皆様こんばんは。こんばんは。ニュースキャスターみたいな。確かに。皆様こんばんは。全然ニュースキャスターっぽくないなんか喋り方だった。なんかちょっと部屋の整理整頓とかしてみたりしてみたりしてみたりしようかなと思ってみたりこんばんは。ちょっと久々の家でございます。家最高、家最高です。なんか私ホテルとかも普通に好きなんですよ。なんかのんびりできる。めっちゃ長い期間行くのはあれやけど、ちょっとの期間だったらなんか綺麗に掃除してくれるし好きなんですけど、やっぱ家が一番落ち着きますね。落ち着きますねん。枕変わっても平気なんだ。ほんまに平気ですね。平気じゃなくなったことない。ん、平気じゃなかったことない。ん、うん、合ってるか。枕は全然平気。ベッドが合わんとかもないかな。ラッキーですよねそこまでベッドとかにこだわりはないですね。広島駅再開発テレビでやってた。見たい、見たかった。広島駅本当にすごいですよ。本当に本当にすごいです。んタワー、西尾さん築城ありがとうございます。あしら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 西尾さん築城していただき本当にありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ちょっとここ片付けようかなーと思ったけど、立ち上がらんとできんな雨降り夜ね。なんか広島帰ってきて雨降っとって、え、雨じゃんってなった。今日さ、広島東華さんお祭りしとって、で帰りに駅で浴衣の人がめっちゃいっぱいおって、東華さんを感じましたね。
トウカさんだってなりました。今日私はじゃーん、ユニバーサルスタジオジャパン、ユニバーサルスタジオジャパンに行ってました。イエーイ。キティちゃん、キティちゃん初めてつけました。何気に、うん、おっちゃん、おっちゃんさん、くまたわありがとうございます。くま、うん、このさ、クマにちなんだユニバの話があるちょっと似てる。そう、おっちゃん、くまたわありがとう、かわいいって、ありがとう、じゃん、ありがとうございます。そう、このクマがさ、こう歌っとるじゃんでユニバのシング、シングよね、あのユニバの見る、なんか乗り物とかじゃなくって見るやつ、見るやつがあるんじゃけどあれ行ったことなかったんですよ、私一回も。いつも行ったことなくって、でも今日ね初めて行ったの。そしたら最高最高ってなりました。そう、めっちゃ素敵だった。めっちゃ世界観が癒されました。めちゃくちゃなんかの見たことある人は分かると思うんやけど、席に着く前の映像がね、結構長めの映像を見るんやけど、そこからもうめっちゃ癒されて、なんかずっと口角がね上がっとる感じで、なんか簡単に言うとライブを見るみたいな感じなんですけど、ミニライブみたいななんかフェスみたいな、だからなんかそう、いろんなアーティストさんが出てきてそう、ステージを見るって感じなんやけど、練り歩きもしてくれるんですよアイドル風に言うと練り歩きもしてくれて、で近い席の人はハイタッチとかもできとって、そう、私は結構後ろの席だったけど、練り歩きが前の席と後ろの席の間ら辺の席をね、間ら辺の廊下を練り歩いとったけ、練り歩きで近くに来てくれて、そう、ハイタッチはできんかったけど、そう、あの私シング見たことないんですよ、じゃけん全然詳しくなくって、キャラクターの名前とかも分からんのやけど、あのゴリラみたいなのと、あとあのハリセンボンみたいな、ハリネズミのキャラクターが、そう、練り歩きで近くに来てくれてその2人が練り歩きしてるんですけど、そう、嬉しかった。ライブでしたね。めっちゃ楽しかったユニバ。年パスゲットしたけん、今年いつゲットしたっけ、1月ぐらいにゲットしたけ、そう、ユニバ行きやすくなって嬉しいです。今日さ、広島ずっと雨だったんかな、
分からんけど、ユニバはユニバというか、なんか大阪はめっちゃ晴れとって、もう昼とかもう暑すぎて、もう暑暑暑って感じだった。本当になんか言っても6月の前半じゃけ、そんな暑くないかなと思って、そう日傘もう持ってかんでいいかと思ったんやけど、そうめっちゃ後悔しましたね。そうめっちゃ暑かった。え、そう思ったんよ、今日さ大阪でさリリーベやりましたよね。夜ツイッター見ながら、あ、えやこれ大阪やと思って、なんかグループ LINE にいっぱい通知が来よったけ、なんかやっとんだって思ってたけど、あ大阪じゃんと思って、だから行ってた人もね割といるのかなと思うんですけど、めっちゃ暑かったですよね。並んだら面白かったね。行かないですよ。お休みはユニバしか勝たん。うん、誕生日木彫りの鮭さん、お誕生日おめでとう、おめでとうございます。STU もいいよ。いやもちろん STU もねお休みにすっごくすっごくすっごくおすすめなんですけど、私からするとみんながさ普段会社に行っとってさ、お休みの日に会社に行くのおすすめって言われとる感じ、いや最高なんですけど、お休みまだ会社には行かないですよね。そう STU もねめっちゃ最高なんですけど、そうそんな感じ。ああしかった。にゃ。年パス取って3回目でした。結構期間空いて、1月に家族で行ったのが最後だったんですけど、そっから5ヶ月くらい開いちゃった。もっと行きたい、毎月行きたいです。いっぱい写真撮りましたので皆様お楽しみに。美味しいものなんか食べた、もういっぱい食べました。本当にでも割とユニバーいっぱい行っとるけ、
いろんなご飯屋さんにその都度行くんですけど、何気に中華のところ行ったことなくって、そう今日ね初めて中華のとこ行ったんじゃけど、めっちゃ美味しかった。もううまっうまっうまっでなんかもう一品一品食べるごとに感動しながら食べました。あとあれもね初めて飲んだの、マリオのなんか果物が入ったマリオのやつは飲んだことあったんやけど、マリオのエリアの、マリオのエリアじゃないところに売っとる、あのキティちゃんのお店の横マリオのところに売っとるなんかジュースを初めて飲んで、なんか普通にね私はマリオのいちごのソーダのやつにしたんやけど、見た目から見た目が普通にいちごのソーダにアイスがのっとってさくらんぼがのっとるみたいな可愛い見た目で、でもさ味想像つくじゃないですか。まあ私が想像ついとるああいう味かなと思って食べたら、もうねすごかったの。なんか中にタピオカみたいな大きさの丸いのが入っとって、あタピオカが入ってると思ったら、なんかちょっと口の圧力がかかったらもうパーンって弾けて口の中で、ほんまになんかバグが起きたかと思って口の中でん？え？ってなったら、すごいイクラみたいなねプチプチがねいっぱい入っとったんよ。もうそれがめっちゃ美味しくて、友達と美味しい美味しいって言うから食べました、飲みました。めっちゃ美味しかったの、超おすすめ。なんかユニバってほんまになんかやっぱりユニバテーマパーク価格やけん、ちょっとねあのフラットな目線で考えるとお高いけど、でもめっちゃ美味しいなって思う、ユニバのなんかグルメって全部。パチパチキャンディーみたいな、いやなんかねパチパチ要素じゃなくってほんまになんかイクラ、甘いイクラみたいな、なんか薄い膜みたいなんで覆われとって、それが弾けたらあのすごいなんかうまみがファーって広がるって感じ。マジイクラゼリーか、いやもうイクラほんまにあのイクラなわけないじゃんみたいな思うと思うんですけど飲んでみてほしい、ほんまにイクラなんやって、味が違うイクラ。そうめっちゃ感動しました。しかもそれがいっぱい入ってる、なんかちょっとだけとかじゃなくていっぱい入っとってめっちゃ美味しかった。乗り物には乗ったん、いやそんな言うほど乗ってないかも。あ、でも乗ったかな、ハリーポッターの室内のやつとハリドリとシング、その見たやつと、あとあれじゃ、あのあれよ、メリーゴーランド4個。なんかもう暑すぎたけんほとんどカフェとかで過ごしました。なんか座ってお話ししたりしてた。そう、気楽に楽しめるのが年パスの良さでいいね。え、ほんまにそうなんですよ。なんか年パス
持ってなくて行きよった頃はもう朝から晩までユニバを堪能しますみたいなもう意気込みを持って行きよったんやけど、年パスをゲットしてからは本当になんか優雅な感じで、まあのんびり散歩がてら歩きながらカフェも入りながらまあ何個か乗ろうねみたいな感じだけ、めっちゃいい優雅に過ごせる。そう、楽しかった。何歳になってもテーマパークは好きだろうなと思います。真夏までにまた行けるといいね。本当に夏は絶対に行かないでおこうねって今日行った友達と話しました夏は絶対行かないか、なんか夕方ぐらいから行こうねって話したちょっともう暑すぎてもう私たち眠りだねって話しました。なんか夕方ぐらいからウォーキングかてら行く感じで行けたら理想だねみたいな話してリッチなウォーキング。でももしユニバが近く、家の近くだったらもうめっちゃなんかお散歩に行ってると思う私多分一人でも行くと思うし、もうめっちゃあるね散歩に。なんか散歩してて楽しい場所ってすごい限られてくるじゃないですか、全然行ったことないところとか、なんかテーマパークとか。ね、お散歩コースがユニバとかだったらねめっちゃ頑張れそう、楽しそうやし。広島にも大きいテーマパークできてほしい。地元の遊園地とか行く？行かんね。お仕事とかなんかロケで行ったきりって感じかな、うん、他に行きたいテーマパークは、私はもう富士急にね行きたいです。本当にめっちゃめっちゃずっとね、行きたいなと思っとる。なんかめっちゃ仲良しな友達と行ったんですけど、その子とユニバ行くの何気に初めてで、でその子は絶叫がめっちゃ苦手な子なんよ。でも私がどうしてもハリドリに乗りたくって、で友達もなんか絶叫は苦手って言ってもそもそも乗ったこともないみたいな感じだったけ、じゃあまあ一回乗ってみようよみたいなで乗ったんですよ。そしたらマジでもう私もうハリドリは超余裕なんですよ。もう真顔で隣にいる友達と世間話とかしながらでも乗れるぐらいもう行けるのね、ハリドリはでそんな感じじゃけ普通に
あのワクワク楽しみと思って並んどって、でまさかの一番後ろの列だったんよ。多分さ一番前と一番後ろがジェットコースターと浮遊感が一番あるなーって石田調べでは思うんですけど、友達は初っ端から一番後ろが当たって、でガタ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 って上がるところから、てか上がる前からこうやってこうガタガタってなるんやけど、ここの時点でもうマジでもうずっとここを離さんくて、でこうガタガタガタって上がるところで、あのみんな手上げとったんか、やって後ろやけさ全員がなんか上げとるの見えて、私も上げやと思って上げとって、もうそしたら友達はもう その時点で怖すぎてもう涙流しとって、でねもうその上がる時点からずっと目閉じとって、で終わるまでずっと目閉じて、絶対ここ掴んで涙流しながら、で私友達のことずっと見てたんですよ。でなんかもう16に逆らえなくて、口もなんか顔もなんかわーいみたいな顔がもう風にうわーってなっとって、もう面白すぎて私もうハリドリに乗りながらもうずっと息できんぐらい大爆笑したってもうこんなに笑ったジェットコースター後にも先にも今日が今日しかないって思うぐらいもうずっと爆笑してて、もう終わってからもう椅子から立ち上がれんぐらい笑ったってそう面白かったのしかもその友達はすっごいなんか何そういう怖いみたいなキャラじゃなくって、すごいこんなに感情がか何現れてる友達は見たことなかったから本当にそういやその友達はあの一番人生の中で歴の長い友達でそう何でも許し合ってるから全然そう皆さん心配しないでくださいそうマジで面白かった本当に。次はフライングダイナソーに乗らせる約束をしましたそう今日は一旦フライングダイナソーを下から見る下から見るそうっていうのをして、面白かった本当に。なんだかんだハリドリは次も乗るって言ってくれましたそうフライングダイナソーは怖そうだったけど、
キャキャ大好き。コンタクトが乾いてきた。今度は届くかな。でもケースがあっちにあるけ、めんどくさいな。トロ、やっぱ取ってこようかな。あ、あるわ、あるけど駅がない。めんどくさいんですよね、立ち上がるのか。あ、駅も近くにあるか。あ、ない。撮ってきました。さっぱり。明日は2公演だ。舞ちゃんとリコチの生誕祭プロライブだっけな。皆様よろしくお願いします。爪取ろっかな、マニキュア。お尻
仕事で塗ってもらっとったんやけど、2週連続の生誕祭ね。なんか最近生誕祭ツアーもあって公演がなかなかなかったけんか分からんけど、毎回生誕祭のイメージがある。公演するってなったら結構前からかな。でもそれは3月とかね、多かった多いしね、誕生日メンバーその辺から詰まっとったイメージ。ミニキュアタオル、いや指は取らんとこかな。足もね塗っとるん、塗ってもらったんですけど、やっぱめんどくさいけちょっと取らんとこ。皆さん今日の TikTok 見てくださいましたか。今日は選んでください、クラスメイトのその中から。チュズミを踊りました。え、そう、なんかさ、めっちゃ悔しいのがさ、2日前にオンリードレイのしたんやけど、これ音源がねずれとって、で直したいと思ったんやけど直し方がよくわからんくて、ていうか直せるんかもよくわからんくて、結局そのままにねしちゃってるんですけど、悔しい。オンリートゥデイリベンジしようかな今度、まあ、投稿し直したらできるんですけど、音源がずれとるって気づいたのがさ数時間後だったけんさ、なんか声消すのもなーって思ったり。って感じですね。明日公園やけん、また何かしら TikTok 撮ろうかな。ストックたくさんある。まあ
あるっちゃあるかも。でも最近全然撮れてなかったけ、1週間前ぐらいに撮ったやつがあるっていう感じなんですけど、でもその頃にめっちゃ撮っとったけ、ストックあるのはありますね。テーラーマネージャーさん、そうですね、家じゃない時はマネージャーさんに持ってもらってます。明日何撮ろうかな、何がいいと思いますか。私が過去にやったことあるやつで、まだ撮ってないやつ、何があるだろう。家ではこのキャタツなんていうんだ、これに固定して、あ、思い出せてよかった、やってない。メモしとこう。さ、なんかアブのピアニストとかさ、キャンディーとかさ、やったことあるけど、ソロコンバージョンとかでやっとったり、そう、本家のフルとちょこちょこ変えとったりしとるし、もう全然ね覚えれてないけね。そうって感じなんですよね。思い出してよかった。今何曲かメモしました。明日休憩の時に撮ろう。そう、新曲、あ、新曲ってさ、音源もあるんかな。アイノンもさ、あ、 ST の公式屋のやつを、でもサビがいいね。お、え、あ、なるほど。なんかまだ踊りやすい音源はないですね。多分。
つげま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 つげ。まつげの重さ重くしていきたい。まつげは質量愛した頃は軽々と持ち上げてた。あ、なんかさ、いろいろ取材していただいたのが出とるけん、皆さん見てください。リツイートしよう。どこで大元の見れるだろう。取材日に取材してもらった、エゴサしたらさ出てきたんよね、みんなが。あ、これだ。インタビューしていただいてます、ぜひご覧ください。ポスト、フラッシュさんのまいちゃんとあずみんとさあやんと。どんなことを話してるかと言いますと、8年目にしてついにですねみたいな感じとか、どんな曲ですかみたいなとか、誰がアイユが重いなと思いますかみたいなのとか、そう、心がしびれた出来事ありましたかとか、今後の目標とか、そう、すごい一番下にさ、すごい、一人一人の石田千穂2002年何月何日生まれ、何歳、何愛県出身、なんちゃら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 趣味なんちゃらなんちゃらみたいな、ずらーって書いてあるんやけど、そこになんか身長とかも入ってる。なんかこういうのに身長が入ってるのって不思議。私は157cm。待って、今気づいた今日ね、こう桃の、そう、りねちゃん桃のポーズした写真をねツイートしたんですよ、桃の絵文字と一緒に。でこれりねちゃんが教えてくれて、今みんなにこのポーズりねちゃんが教えてくれたんじゃって、話そうと思ったらりねちゃんからリプが来とった。返信しよう。りねちゃん、おはようございます、お疲れ様です。桃のポーズ、あ、
この度は桃のポーズを教えていただきありがとうございました。あ、こちらこそ。返信しました。リネちゃんって本当に面白い、マジで最高。なんかリネちゃんってこういう表に見える部分、ツイッターとかインスタとかファンの人に見える部分だけじゃなくて、 LINE のグループ LINE な、チャートリーとかのグループ LINE でも、あの「お疲れ様です、おはようございます」とか毎回ね、あの超かしこまってるの。そう、本当に面白い。生徒会長だったの？え？本当に？びっくり。そうなんだ、すごいね。生徒会長ってマジですごくないですか？え、そうなんや。それはめっちゃギャップ。びっくり。すごい。かっこいい。素敵ですね。すごい。すごい。そうなんや。いいな、私も生徒会長の称号欲しい。石田生徒会長みたいな。いいな。なんかかっこいい。ミュージックビデオで生徒会長役とかないから。え、もしなんか生徒会長役になるメンバー当てなんかがおったとしても、私は絶対に選ばれんと思う。給食係石田ちゃん。え、絶対そういう系のなんか何、例えばミュージックビデオでそういう役を当て込まれるとしたら、絶対そういうなんか給食係とかが当て込まれると思う。そう、人生で一回もう鍋運んだり、
よそったり、あのさ白い頭巾かぶって白い何割烹着みたいなの着てよそったりするじゃないですか、学校って。あれやったことないんですよね。ずっと学校がデリバリー、お弁当で届くタイプの給食だったけ、鍋とかじゃなかったんですよ。じゃけめっちゃねそれに憧れあります。住んだこのプリンとかじゃんけんで奪い合うよ。でもそういうのはありました。なんかそうプリンとか牛乳とかそういうのもついとって、でお弁当わかるかな、なんか同じだったよみたいな人おらんかな。四角いお弁当でもあったかいんですよ。ご飯のおべやつとおかずのやつと、あとなんかミートソースとかなんかの時とか、そうなんかいろいろあった。でも私はその給食が本当に苦手で毎日居残りで食べてましたね。でもう本当にトマトとかがめっちゃ苦手なんですけど、私毎日本当に食べれなくて。そう次隠れて牛乳パックの中にトマトとか隠してた記憶がありますね。そう本当に辛かったそうごめんなさいっていう感じではあるんですけど、それでお弁当を持っていくようになりました。パンとご飯があるの。パンの日とご飯の日とってあります。パンの日が大好きだった。パンはなんかレーズンパンとかパイナップルパンとか、パイナップルパン美味しかった。でも揚げパンを食べたことがないんですよ。多分人生であるかな、なんかアイドルになってから食べたこと、もしあったらあるんですけど。そう給食にね揚げパンがなかったの。多分分からんけど揚げパンを持ってきよったらしなしなになるけとかそういう理由なんかな、分からんけど揚げパンがなくて、そう揚げパン経験が人生の中でね
パイナップルパンがね美味しくてね好きだった。あとミートパスタ、ミートパスタって名前じゃない、なんかなんだっけ、なんかなんて言うんやっけ、なんちゃら麺にミートソースの入れるみたいな。あ、そうソフト麺や、ソフト麺、ソフト麺、そう、それ美味しかった。黒糖パン美味しそう。牛乳はパックでした。牛乳をみんなで早飲み対決みたいにするけ、そのパックのそうストローがめっちゃめっちゃあのちっちゃいストローだったんですよ、ついてくるのが。それを早飲み対決でいかに早く飲むかのためにそのストローを4本ぐらい刺してそう競ったりしてました。そうとかこのパックやけんここの蓋をこうやってここピッてハサミで切ってそうコップみたいにして飲んだり。でも瓶の牛乳の方がなんか美味しそう、なんか美味しく感じそう、入れ物が変わるだけで。懐かしい給食思い出。なんかさ、これ小学校の話なんですけど、今まで話してたの全部よく考えたらこの出来事って10年前とかなんだと思ったら、なんか感慨深いです。めちゃくちゃ10年も経ったんやって感じ。でも結構10年前なのに鮮明に覚えてる。10年前が小6ですね多分私。一番古い記憶は何歳の時かな。え？え、何歳だろう。みんなは一番ちっちゃい頃の記憶って何歳ですか？幼稚園ぐらい。
うん、私も幼稚園の記憶はありますね。幼稚園の記憶結構思い出したらファン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 って出てくるけど、幼稚園って何歳なんだろう、3歳とか。すごいね、意外と覚えてるもんですよね。そんな昔の小さい頃の記憶だけど、意外と何年経っても覚えてる。みんな3歳ぐらいの記憶はあるんかな。でも私はこの家に小学生なった時ぐらいに来たんですけど、その一個前の家はどんな家だったか全然思い出せない。なんかそのアルバムとかで映っとるけん、そのなんか玄関がこんなんだったとかはなんとなくわかるけど、どういう間取りだったかとか、そこでどういうふうに寝とったかとか、なんか思い出せんね。なんか思い出したい気になる。なんかさ、なんか忘れたけど、なんかの最近 STU のツアーの時かな、なんかの時にめっちゃ初期の何かを思い出そうとしてて、でも全然思い出せんくて、それであ7年経ったんだって実感したんですよね。なんだったっけな何だったっけ、確かにめちゃくちゃざっくり そう、ツアーのね、オーディション映像、あのオーディション、最終オーディションの時の映像が鬼滅に流れるんですけど、ありがたいことに結構カットを使っていただいてて、でなんか見たことないようなカットもいっぱいあって、えなんかこんなのあったんやみたいなこんな映像あったんやっていう感じで、めっちゃびっくりしました。な
なんか一人一人をこんないっぱい撮ってたんだなって思って、そうオーディション中やけん誰が受かるとかもまだ全然分からん中の映像だったけ、そうほえーって感じ。マジで最初見た時、初日とかのリハとかしてる時に勘弁してくれよって思いましたそう、どんどんね見慣れていって何とも思わなくなってったけど、最初はちょっと恥ずかしかった。懐かしいよねツインテール、え懐かしい。あの服はもう家族みんなでソレイユ、イオンモールソレイユに行っていろんなお洋服屋さんで試着して買いました。あれはあれは短パンと上が長袖の薄いピンクなんですけど、両方ヘザーっていう、そう今もパルコにある。ソレイユに今あるんかどうか分からんけど、ソレイユ関係そうヘザーで買いました。懐かしい。たまに初期の頃の画像とか見るけど本当に綺麗になった。嬉しい、本当に嬉しい。我ながらなんかめちゃくちゃ違うなと思いますもん初期とそう、本当に我ながら綺麗になりましたメンバー全員垢抜けました。えほんまにそう、やっぱりさそのオーディション映像のやつ見よって、3期とかはさ全然1年前とかぐらいの映像やけんもう超可愛いんですよ。てかあのてかじゃけさやっぱり1期は7年ぐらい前やけん全然違うのね。みんな子供だったけんメイクとかも覚えて大人になってでって感じないけど、3期生はなんかオーディションの段階からあんな可愛いんやと思ってなんか感動しました。可愛いと思ってオーディションからなんかうん垢抜けてるというか、入ってもっとみんなどんどん可愛くなっていってるけど、そうスタートのラインがすごい高いですね。時代が変わったんよ。いや確かにそれもめっちゃあると思う。
タリに合格するための必勝法的なのがあるんですかね。どうなんだろうね。なんか私我ながらよく受かったなって本当に思うんですよね。マジで、どうして受かったんだろうと思う。本当にどうして、誰がオーディション会場にさ、いっぱい大人の人がいたの、誰がこの子を入れようって言ってくれたんだろうと思って本当にありがとうございますって感じ。そう、本当によかった。岡田奈々さん説あったよね。確かになんか奈々さんが3人か4人ぐらい、奈々さんがこの子も入れませんかって言ってやったって聞いた。それ結構有名な話ですよね。誰なんだ。明言しとんかな、この子をやりですみたいな。すごいコメントでココアとココちゃんって、でも確かなんか言った時はそうね、でもちょっと分からん、正確には分からんけ、あんまり名言ここでは言いたくないんですけど、うん、気になるね。うん、でも1期生で入れて本当によかったですね。一気で落ちたらまた受けてた。どうじゃろう、どうなんじゃろう。でも割ともう最後のオーディションみたいな感覚で受けたけし、普通の高校も何高校生になるタイミングやったけ、どうなんやろうね。でもどうなんやろ、めっちゃ分岐点って感じで終わったかも。まあ受けてそうですけどね。なんかしら諦めてなさそうだけどね、結局。うん、なんか
エモい回になりましたね。いろんな選択を経て今がありますね。でもなんか今何時だ、あ、53、もし一期生で、あ、もしやり直すとして、やり直すというか、なんかなんていうの、記憶を持ったまま、もし一期生で入れなかったとして、でもこのなんていうの、今までの7年間の記憶を持ったまま STU 入れるなら、3期生ぐらいから入って、なんかスーパールーキーみたいな、曲も全部踊れるなんてすごい、スーパールーキーが来たぞみたいな憧れる表題曲だけじゃなく、カップリング曲も完璧に踊れる3期生が現れたみたいな、そう、転生系アイドル2人行く好きやからとか、フォローしちゃいました、うん、嬉しい皆さんいろんな SNS やってるのでフォローお願いします。アイドルがやってそうな SNS は一通りやってる気がする。なんだかんだでスイマも来ました。あ、ちょうどスイマが来たところであれをしようと思います。20位おいでます元気さん、19位ヌルディンさん、18位さくらパンダさん、17位単身モンキーさん、16位キョンシーさん、15位宮川和之さん、14位フークロさん、13位ブルーさん、12位ベイスさん、11位ニーノミさん、10位ガンスくんさん、9位テリーピーさん、8位ユリアピースさん、7位おじゃまるさん、ラッキーセブン
6位クリアティーヌさん、5位岡山オレンジさん、4位東京のスワンさん、3位陽一さん、スイスイ、2位おっちゃんさん、ツーツー、クマタワーもありがとうございます、パリピ、そしてそして第1位はピュルヒュン、西尾さん、イエーイ。ありがとうございます、感謝の極みです、イエイ、ありがとう、築城もいつもありがとうございます、ドゥン、うん、ありがとう。ってことで、じゃあスクショタイム最後もう一回キティちゃんつけよう。おリリーベ待ってるね、にゃ、目が見えん、皆さん明日は生誕祭、リコチとマイちゃんの来てくださる皆さんよろしくお願いします、楽しみ、生誕生誕、皆さん良い睡眠を、良質な睡眠をみんなが取れますように祈っております。私はお風呂に行ってきます、グー、みんなぐっすり寝よう。